こんにちは、GM メアレです。今回は敷地についてご紹介します。敷地とは簡単に言うと生産のための土地のことです。月光島もロマン農場と同様、生産施設を設置して使用することができます。通常の土地に施設を設置しても使用できるのはミレシアンだけですが、敷地の上に施設を設置すると島の住民に生産してもらうことができます。また敷地にはレベルがあり、レベルアップすることで住民が特別なアイテムを生産できるようになります。敷地は上から3番目の施設設置メニューから設置できます。敷地には家事、裁縫、木工、調合、料理の5種類があり、それぞれ広さも選ぶことができます。後々敷地内に家を建てる必要が出てくるので、個人的には広い敷地がおすすめです。設置したばかりの敷地はまだレベルが0のため生産することができません。編集モードで敷地の看板をクリックし、施設設置を選択すると敷地のレベルアップ条件が表示されます。敷地の範囲内に条件に指定された施設を設置して敷地のレベルを上げましょう。はい、レベルが上がりました。敷地のレベルが1以上になると住民を配置して生産してもらうことが可能になります。さらにレベルが上がると最大3人まで住民を配置できるようになります。住民と生産については別の動画で詳しくご説明します。敷地をうまく活用して効率よく生産を行ってくださいね。